はい、おはようございます。原田農園です。今日は1月12日ですね。火曜日です。今日はですね、昨日、YouTube ライブでもちょっとお話ししてたと思うんですけど、日展さんのですね、白ネギの、ハッシュ作業、全自動ハッシュ機を持ってきていただいて、そちらですねちょっと実演の方、紹介していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、まずですね、朝一、こちらに、いっぱい、苗箱を持ってきてたんですけど、苗箱の種類がですね、この下にこうリブっていうんですかね、段があるやつと段がないものが、段が全部ありますね。段があるものとないものがあるんですけど、段がこうあるやつはですね、ちょっと高さが変わってくるということで、今仕分けしてですね、段があるものとないもの、つるっとしたものを分けていきました。で、今からですね、ハッシュ機、全自動ハッシュ機のセットをして、ハッシュ作業の方をしていきたいと思います。一番最初スタートは、はいはい、でこのぐらいでもうあと適当に切ったらいいですね。あ、これ上上げたらでも借りなきゃならないですね。一台やっとけば、はい、お疲れ様です。はい、すみません。結構力技だ。多分あの移送中に結構ひん曲がった人ですよね。でもいいことになりそうないけ。やりたいんだけど。手で今売りはね、デッドヒーターでね、ダーッと止めたら、え、これ通常何人作業になるんです結局。何人いればいい？8人から10人ぐらい。8人から10人ぐらい。やばいの。9人おる。一番ですね、ここなんですよ。ああ、展開枠が。忙しいです。はいはいはい。1時間300枚なので、相当忙しいです。なので、ここだけあのうまくできれば、あとはもう最低5人ぐらいで。そうですね。入れる方向が実はあるので、ちょっと端っこの方斜めになってあります、はいはい。これが上向いている方向に入れてあげます。はい。で、はい。で、ブラシがですね、こういう感じで回ってるんです、はいはい。こういう感じで。そうすると、はい。ちょっとこう広がっていきます。逆だとちょっと縮まっちゃう可能性があるので、あの入れる方向が。なので、出す方向はこっちでいいんですけども、箱に入れるときだけ注意して入れていただければ。
前に刺さってたら行けるかもしれない。そうですね、まあ、とりあえず重ねてやってみましょうか。どうなるか、どうなるか、はい、楽しい。あとちょっとフラット一合わせ、トレンドになるか、あとあとあれ増えてよ、これこれこの悩むことあるから、はい、ちょっと食べるね、インシャット、あ、あります、ここに、あ、バッチリ、バッチリですね、バッチリ、はい、ちょっとこれ練習というか、おー、すごい、はい、全然集中で、はい、センブ、ちょっと調整してなかったですね。最初のセッティングの時だけずれるってことですね。そうですね、あのずれやすいです、うん、はい、ちゃんと言ってよかったですね、今本にもない、うん、そうそうそう、少々いいっすよ、少々いいっすよ、新元祭のとこよりなんかちゃんと、あ、ちゃんと言ってる、岡田さんのところにね、すごいやん、ちょっと合ってない、あ、ここが、はい、こっちが上がってないですね、はい、ちょっと待ってここにたどり着くまでが大変です、広げて、ネット回るシートも長いやつだから、ここで、はいはい、あの隣に行ってたやつ、20以外の人もあれば、ほとんどないと思います、 100% じゃないので、ここ30だった、はい、うん、まあ、いいよいいよ、その細かいことは言わんの、3があると多分2が1があります、割れとる、はい、あ、割れてるのは OK です、うんうん、大丈夫です、きれい、でローラーで押さえて、はい、きれいに点圧して出てくると、はい、でここにスクレッパーがあって こういう切り込みになってるんですよね、はいはいはい、こっちはあのベコになってますけど、あのボコの方がこっちはボコになってますそれで土をちょっと多めに持って点圧して、で最後スクレッパーで余分な土を取って出していく、ここ開けたら止まります？ここですか？止まりませんよ。ちょっとほこりっぽい。
9人ぐらい。そうですね、10人いるともう余裕でできます、うん。はい、今は、こちらネギバイのですね、住友林業緑化株式会社ですかね、そのやつを使ってます。雪が降りおるみたい。
まあ、いらんこっていらんとこでしょうけど確かに。それって何でも直さないといけないんですか。次元が次元が。はい、こちらはですね、イネニカで仕上げた速度イネニカでした種の落としたものになります。はい、今日、発種していったものはですね、夏扇パワーですね。これは夏ネギで、早めに植えるやつです。あとですね、夏扇4号と、あと冬ネギで夏扇タフナーを、発種していきました。大体、今日はお昼前ぐらいから始めて300枚ぐらいだった。結局何枚撒いたんですか。400枚、大体400枚。今5時ですね。まあ途中でこちら、種を変えたりしたんで、まあ、効率は悪いんですけど400枚ですね。5時までで400枚発種できましたということで、今ちょっと片付けをしております。